県警によりますと、去年、県挙報道した少年の人数は745人で、一昨年に比べ若干減ったことが分かりました。県警によりますと、去年、少年の県挙報道人数は745人で、一昨年に比べて4人減少しました。このうち中学生と高校生がおよそ6割を占めています。法令別に見ますと、 窃盗や暴行などの刑法犯が前年と比べ20人減少しましたが児童ポルノ禁止法などの特別法犯は16人増加していますまた深夜の徘徊や喫煙などで報道された不良行為少年の人数については9638人で2008年以来13年ぶりに1万人を割りました県警によりますと 各学校でオンライン授業の環境が整備されたことやイベントが中止になったことなど外出する機会が減ったことで歩道人数が減少したということです。